ケヤキウォーク、前橋ケヤキウォーク前橋は、群馬県前橋市文京町に所在する、ユニー株式会社が管理、運営するモール型ショッピングセンターである。2007年3月、旧大発社体本社工場後に、ユニーのモール型 SC ウォーク1号店として開店する。名称は、前橋市の木である、ケヤキに由来し、敷地外周には、ケヤキ並木がある。また、 毎日つながる幸せを SC のコンセプトとしている。2008年には敷地北東部の駐車場部分に地上3階建て営業面積約6000平方メートルの店舗を増床して大型専門店などを誘致する計画であったがこの計画は白紙になり新たに敷地南東部の駐車場用地部分に別棟を増床する計画が2011年2月に明らかに された。後に、ケース電機が誘致され、当初の予定から遅れたが、2012年5月に、開店している。2017年4月には、前橋シティ FM のサテライトスタジオ開設。各店舗である、ユニー直営の、アピタ前橋店のほか、約150店の専門店テナントが出店している。専門店モール部分は10のセグメントで構成される。専門店、 テナント全店の一覧、詳細は公式サイト、ショップを探すを、営業時間は公式サイト、店舗設備のご案内を、ATM を設置する金融機関の詳細と、稼働時間は、アピタ前橋店公式サイト、店舗基本情報を、アピタ及び専門店で利用できる、電子マネーについてはユニー公式サイト、電子マネーご利用の案内を参照。なお、インは、 群馬県発出店店舗を示す。1階は、食料品、ゾーン、ヘルスビューティーケアゾーン、ホームファッショングッズ専門ショップゾーンで構成され、2階は、レディスメンズファッションゾーン、キッズファミリーゾーンで構成されている。アピタ部分の専門店としては1階に、ペッツビレッジ、2階にハローズガーデン、スタジオマリオが出店している。 タイムレスコートライフスタイルガーデンファミリーレディスファッションウォークケヤキアレイ開業時点では飲食店16店舗で構成されていたが2012年時点では飲食店12店舗と ABC クッキングスタジオとの構成となっているホーム彩り S スイーツデディライフサポートはアピタ前橋店化粧品売り場に隣接し眼科、歯科診療所と整骨院 エステティックサロンから構成される。ワモール、中央出入口とホーム彩り、S スイーツデリの間に店舗を配置している。NTT ドコモ AU ソフトバンクの携帯電話ショップ、JTB 関東が運営する JTB トラベランド、金券ショップ、損害保険ジャパン運営の優しい保険ショップ、UCS 保険サービスショップなどで構成される。セグメント外。 エンターテインメントスクエアレディスファッションストリートデイリー、ライフファッションウォークフェスティブコート屋内700席、テラス100席を有するフードコート。飲食店14店舗と駄菓子、雑貨販売の風林道で構成される。ライフサポートレディスファッションストリートとユナイテッドシネマ、前橋の間に幼児教室、子供向けの英会話教室、託児所、15分間カットテント、 多目的ホール、ケヤきホールがある。また、フェスティブコート北側はカルチャーセンターとなっている。ありがとうございます。